戦後間もない札幌で天才少女画家と言われ、周囲の期待を一身に集めながらも18歳で阿寒の山中で唐突に生涯を閉じた加瀬順子。2019年に特別展よみがえれとこしえの加瀬順子、阿寒に初ヒロインの未完の青春を開催してから約3年、今回の展覧会では新たに16点の作品が加わり、合計36点の絵画により画業の全貌が展望できる内容となりました。痛みの激しかった作品は修復され、制作当初に近い姿で鑑賞できるようになりました。1948年、15歳で同展に入選した「ほおずきと日記」をはじめ、初期の写実的な作品の数々、1950年に入ると大きく転換して抽象画を試み、またその直後には心象画とも呼べる画風に移行します。翌年になるとモノクロームの作品群が登場します。半ば抽象化された表情のない顔は何を表しているのでしょうか。そして翌1952年1月阿寒を訪れた加瀬順子はこの風景画を残して宿を後にし、二度と戻ることはありませんでした。順子は絵画だけではなく文筆の方面でも活躍しています。同人誌青銅文学などに発表された作品は注目を浴び、表紙絵やカットでも才能を示しました。今回は清瀬順子という名前で発表された新発見の短編も紹介しています。この他に順子の生涯や多彩な人物交流を映像や写真などで紹介し、また弟で詩人のクレオ順と姉の加瀬蘭子について紹介するコーナーも設けています。激動の時代を芸術に捧げた加瀬順子の青春を振り返ってみてはいかがでしょうか。